はい、こんにちは、ズンゾーです。今回ですね、このエリスドラゴン、これパズバト報酬のエリスドラゴン、これをねちょっと歩いて手に入れたんで、このあれですね、パズバト報酬、あ、なんていうのかな、説明が難しいんだけど、あのトレジャーってのがあるんですよ。トレジャーってのがあって、なんかいろんな道に転がってんですよ。でそれを取ると、まあこの報酬、パズドラ本編に手に入るっていうあれなんですけど、やっていこう。うわ、どんなんだろう。ワクランシー、かっこいい。ちょっとこれでやっていこう。ごめんなさい、 ID 名じゃ。ちょっとこれでいつも俺がこの経験値をやってるやつで、うおお、ちょっと攻撃受けてみようか。ザケーザケー、めっちゃ上じゃんこいつ。あ、中身あれじゃない、中身モリリンじゃない、これ。中身モリリンでしょこれ。うわ、なんだこれこんなエリスドラゴン見たくねえよ俺。こんな弱々しいエリスドラゴン見たくねえよ。待って2しか食らわねえ。闇半減とかあるけど、闇軽減あるけど2しか食らわねえ。じゃ倒しちゃおう。弱えザケクソザケじゃん。まあこんな感じでね、うまいんでね。やっぱりエリスとかさ、結構難しいじゃん、あの取るの、入手難易度が結構難しくない、エリスドラゴンってさ。だから結構ね、これまあちょっと交換するんですけど、まああのパズバト報酬、このどこで見るかな、これで見れるかな、これで見れますかね、これの、あ、これがパズドラ大幅パワーアップ。そう、これでまあ俺結構ね、昨日だったかな、2日前とかに、まあ、今日も出したんだけど、動画視聴じゃなくてこのパズバトの動画出したんで、まあ、よければなんか虹ドロップとか、あのうまい稼ぎ方みたいなまあよろければっていう宣伝入れたんですけど、これでこれですかね、このトレジャーのエリスがあると、まあ、ここら辺いろんな奇跡あるんで、まあ、珍しい奇跡、レアドロップの奇跡いっぱいあるんで、まあこれね、やっといた方がいいかなっていう、パズバと連携しといた方がいいかなっていう感じすごいするな。よし、今日は、ね、これで終わるんだけど、まあこのキングダイヤドローンラッシュとかね、結構ね5体ぐらい落ちるのかな、まだやったことないから分かんないけど、まあ、これもうまいかなっていう感じすごいする。よし、待って、フレンド欄にさ、大和坂46いいんじゃんよし、もしよければチャンネル登録、高評価よろしく。じゃねー。